こんにちは下坂えりです今回は KDP、Amazon のキンドル出版を無料,出無料キャンペーンをやる方法を解説したいと思います。まず最初に Amazon の KDP の,あのログインをしていただいてあの内部に入ってくださいで。入っていただきましたら本棚というのがあります。 この本棚というところに行ってください。そして本棚の中にあなたが出版した本が出ていると思います。この中からキャンペーンと広告というのを選んでください。 選んでいただきますと画面が切り替わりましてこれは本の中身を見ることができますそして下の方にスクロールしていただきますと価格とキャンペーンを実施というのがありますこの無料キャンペーンというところをクリックしてくださいそうしましたら無料キャンペーンのこのボタンが切り替わりましたねはいボタンが切り替わりましたらボタンを押してみてください はい、押していただきますと本の無料キャンペーンを編集するという風に出ました。で、キャンペーンはですね、5日間まで実施できます。で、いろんな考えがあるんですが、2日とかで終わっても大丈夫かと思います。で、ここに開始日を入力してください。で、今からですと、えっと本日は4月2日なんですけれども、まあ明日から設定できるようですね。で、えっとこのあの詳細はちゃんとご自身でチェックして時間をあの確認をしていただけると良いかなと思います。 と思いますで、ここに書いてありますねキャンペーンを開始と終了日を選択しますという風うに出てますのでここに開始日と終了日を入れてください入れていただきましたら変更保存を押すとキャンペーンが始まりますはい、以上本日は Amazon KDP ですね Kindle 出版でキャンペーンをやる方法無料キャンペーンをやる方法を解説させていただきました また別の動画でお会いしましょう。